アドビフラッシュライトはアドビが携帯電話などの携帯機器向けに開発したアドビフラッシュプレイヤーであるデジタルフォトフレームなどでも使われているフラッシュライトの使用はフラッシュをベースにしているが携帯電話ではメモリやセキュリティ等の関係上最大容量外部アクセスが制限されているフラッシュライトは電池残量や電波状況などを取得し画面を変化させることができるなど 携帯電話ならではのアクションスクリプトを実装している。また、従来の Java 等とは違い、端末のブランドもしくは機種を問わず同一ファイルで配信可能なため、携帯電話向けコンテンツに用いられた。フラッシュライトは現在でもサポートされているが、Adobe Flash 10.1からフル機能のフラッシュプレイヤーが携帯端末向けにも提供され始めている。また、Adobe が 携帯端末向けに最適化されたフラッシュプレイヤーをリリースする以前から WX310K や W03 シリーズ x h t x h h t などフラッシュプレイヤーを搭載する端末も存在していた。これらの端末が対応しているフラッシュプレイヤーは6相当でフラッシュライト1.0、1.1が主流の時期には こちらを採用している端末の方が、はるかに多くのムービーを見ることが可能だった。その後、フラッシュ7ベースのフラッシュライト2.0を採用した端末がリリースされたため、この格差は解消されていった。なお、W03 などの PDA 型端末においては、Windows モブルプラットフォームを使用しているため、プラグインを新しくすることで、フラッシュプレイヤー七フラッシュライト点一に、 対応可能である。携帯電話用のフラッシュを作る際は、フラッシュ4フラッシュ五フラッシュ MX、フラッシュ MX2004 フラッシュ8、ベーシックにおいてもパブリッシュ設定からフラッシュ4、形式の SWF で書き出せば可能ではあるが、フラッシュライトでのみ対応するアクションスクリプトは、使用することができない。フラッシュライトでのみ実装された。 アクションスクリプトを使用する際は、Adobe Flash 8 Professional Flash CS3 等の Flash MX2004 以降のプロフェッショナル版が必要となる。オーリックシステムズインクマックスの調査によると、日本のフィーチャーフォンでの普及率は以下の通り。調査は2012年3月現在。ありがとうございます。